はい、どうもハリウッドでございます。パズドラやっていきたいと思います。さあ、ということで、今回はですね、ランキングダンジョン無事、終わったところです。第1回第2回ともにですね、今回初めての試みってことで結構頑張って、まあ正直な話、第1回の方はまあ王冠じゃない、メダルを4つ5つ取れりゃいいかなっていう感じでしか思ってなかったんで、今そんなに、まあ、10万点ぐらいしかいってなかったんで、まあ、もうちょっと頑張っても終わったのかなとは思うんですけど、まあ最終日にちょろっとやったってぐらいですかね。そんな感じだったんで、まあまあまあ、これでもあのメダル、2次メダル5個もらえるはずなんで、めちゃめちゃありがたいです。まあ、ということで、こっちっすよ。もう、なんなの？なんだね、君たちはと。ここまでいったんですよ。まあ、カンストしました。累計得点、999,999点ということで、だって順位 14.6% なんですけど、で、まあ、20% 以内に入りたいなっていうのがあってずっとやってたんですけど、多分ですね、92、3万点でも 20% 以上になっちゃうんですよ。だから 20% 以内に入れなくてマジかと思って、だから多分電波ウトラユーザーの人たちのもうカンストしないと正直王冠とか 20% 以内に入れない状態だったんで、90何万点まで頑張った時点で、あとちょっとか、もう多分全部やるかと思って、ファーストまで、まあ、頑張っていったんですけど、いやーまさかですね、ここまで追い詰めないと、この、いただき。まあ、多分これ早く、カンストした人順で、パーセンテージつけてるはずなんで、僕はもうギリギリですよ。最終日の、23時30分ぐらいにカンストしたぐらいだったんで、まあ本当このパズドラの熱、皆さんの、まあ、僕みたいにそのお金持ってない人ってたくさんいると思うんで、これを機に頑張ろうって方はたくさんいたと思います。あとはやっぱそのメダルですよね。報酬でこの、まあ、このレアセレクトガチャとかも全部達成して、なんと1兆ですからね。1兆1016億ですよ。すごいですよね、パズドラは。で、それで、0.1 から 10% で、10.1 から 20% ってことで、イベント2次メダルもらえるんで、これで、12個かな。7と5で12個もらえて、なんで、まあ、完全にこの交換所、でその二次メダルを使えって言ってることだとは思うんで、やっぱラーゼーさん持ってるんですよね、一体。だから一体持ってるんで、ラーゼーさんを二次メダルで入れるよりも、正直な話、まあ、ラードラとか、こっちだったら 3つで済むんで、ナミラードラとか、あと、ここですよね、木馬、持ってないんで、まあ、木ちゃん、大変の交換もありかなとは思ってるんですよね。で、今、ゴッドフェス来てたりしてるんで、もしかしたら出る可能性は全然あるのかなとちょっとだけ思ってて、まあ、それはちょっと都合よく考えすぎなのかなとは思ってるんですけど、まあ、ですね、なんとかかんとか、頑張ってここまで上り詰めたってとこですね。まあ、今回のやつは、その、ガチャドラフィーバーだ。報告、あとみんなの熱がすごすぎると、これおかしいっすもん。いや、こんな行くと思ってなくて、だからこっち第1回の時も感想って99万9千なんですけど、10万点でここまで行けてるんですよ。いやー、やっぱみんな 20% 以内に入るっていう、こうひしめき合いがすっげえなと思う。いやー、パズドラ面白いですね、こういうのも。はい、ということで、今回は、ガチャドラフィーバーの、私、ハリウッドの報告っていうところです。まあ、あとね、ちょっと熱上げて頑張っていかないといけないし、チーム育成もあんまできてないんで、で、しかも、結構いいの最近だったら引いたりしてるんですけど、そこを活かせてないとか、これとかも全然育ててなくて、
早く育てて、スノーもね、スノーは多分こっちのままでいいと思うんで、だから育てたいキャラもいてですね、それで望んでいきたいんで、まあ、そこら辺もちょっと今回を機に、熱意入れてですね、気合い入れて頑張っていきたいと思ってます。はい、ということで今回はハリウッドパズドラでした。またね、バイバイ。